はい、こんにちは。今日納車された T6 で少しだけドライブしてみます。では。ああ、視点の高さがちょうどいいね。事故の危険が高い地点です。あ、そうですか。ご注意ください。はい。この先。はい、確かにこの先事故がありました、昔。気をつけよう。七式7速クラッチ、なかなかつながり感がいいんじゃないでしょうか。昼間に少し実は運転したんですけど、納車されたばっかりでちょっと硬いかなと思って、なんか随分引っ張るなっていう印象があったんですけども、今運転してみると随分積極的にスイスイと変わっていく感じがありました。まだよくわかんないけど。これで大きくなるんだっけ？いいですね。ボタン式の方がいいよね。ダイヤル式。こういうのも、これはないのか。あ、行くんだ。これも行くんだ。なるほど。これも行きました。両方で行ける。トルクが厚いというディーゼルの特徴があるんですけども、そうですね、まあ街を走ってる分にはあんまり信号の、スタートのところぐらいで、まだあまり意識的には踏んでないのでわからないんですけども、まあまあ、安定感、厚いとか背中から押してくれるとか、なんかそういう表現じゃなくて、力の抜ける瞬間がない安定感っていうのがあるような気がします。ずっとだからベーシックに力が働いてるっていうか、こう力が働いて少し抜けて力が働いてっていうんじゃなくて、ずっと働いてるこう安定感のようなものは感じますね。アウディとポルシェは勝手ながら兄弟のような気がしています。だからアウディとポルシェを見かけると、もう兄弟頑張ってるなぁと思うんですけどね、勝手に。さて、トンネルに入っていきます。今エンジンブレーキをかけています。僕は個人的にマニュアルの出身なんで、エンジンブレーキをかけて減速するというのがもう身に染みついちゃってるので、オートマチックの性能がどんなに良くなっても、ブレーキだけで止まるっていうのに抵抗があるんですよね。エンジンブレーキをプラスしながらブレーキをもちろん踏んでいくという止まり方じゃないと安心できないんですよね。まあそれがこの車を選んだ理由の一つでもあります。フォルクスワーゲンの車は全てを知ってるわけじゃないんですけども、オートマチックで普段は乗ってるんだけど、左にシフトを倒すとマニュアルに変わっていきます。セミオートマニュアルっていうんですかね、クラッチはないんですけども、マニュアルでギアを変化させていくことができるんですけど、それを利用して、普段はオートマチックで走ってるんだけど、エンジンブレーキが必要な時にはマニュアルの方に倒してシフトダウンします。すると、エンジンの回転数の違いを利用して減速を滑らかに行うことができます。市ヶ谷にやってきました。これから銀座の方面に向かっていきたいと思うんですけれども、少し僕の運転が下手なので、また座面がちょっと高いっていうこともあって、微妙なカーブで少し触れてしまう印象があります。これは僕が悪いんだと思います。ハンドルが軽いんですよね、すごく。まだその軽さにあまり慣れてなくて、ゴルフの時のちょっと重めのハンドルにのつもりで切ってしまうので、
ちょっと切りすぎっていうことになりますね。いいよね。もうちょっと穏やかにマイルドなハンドリングを心がけたいと思います。音が聞こえない方がいいんじゃなくて、適度に運転してるときは音が聞こえてきた方が車の状態、あるいはあの反対に自分の状態ですよね。踏み込みがちな今日であるとかですね、なんかそういう精神的なことも、このエンジンの音で判断できるところがあると思うんですよね。そういうことで言うなら、このくらいエンジンの音が聞こえてきた方が良いのかなという今は気持ちです。はい、靖国神社が左です。これから九段の坂を降りていきます。エンジンブレーキをかけています。あ、ちょっとかけすぎました。そうですね、さすがに2速はないですよね。今あのシフトアップのオートマチックにしてるときに、シフトアップのタイミングがゴルフより遅いので、僕は4速だと思って、3速に入れたつもりだったんですけど、実は3速だったので2速に入れてしまったようですね。ちょっとこうその辺慣れが必要です。さすがに2速で、信号で止まる手前だったらいいですけども、普通のこう都内の下り坂で2速に入れると、ちょっとエンジンブレーキが効きすぎというか、エンジンに過剰な負担をかけているような気がして、それは良くないと思います。九段下はね、もうちょっと行ったところに芋屋という美味しい天ぷら屋があったんですけど、今きっとないんだよね。早稲田にもあったんですけどね、早稲田の方は残念だけど3年くらい前に亡くなっていました。おじいちゃんとおばあちゃんがやっててくれたんですけどね、美味しかったよな。水道橋かな、ここか、神保町だっけな、神保町に芋屋があったはずですね。ああ、もう一度イカの天ぷらが食べたい。芋屋のイカの天ぷら、芋の天ぷら絶品でした。このアイドリングストップになりそうなところでもう一度かかり直す感じがあるのは、これはどういうことなんだろうな。今ちょっとストップに、あ、ごめんなさい、アイドリングストップをストップしておきます。ちょうどお茶の水の坂の下ですよね、小川町という、交差点になります。駅もありますね。でここで、大手町の方に方向転換します。方向転換と言わないか、方向を、向きを、あれ、車を向けます大手町の方向です。綺麗ですね。今日はビルの明かりがですね、割と消えているような気がしますね。うまくいかないと、あ、しまった、ここは通れないところはい、東京駅です。まあムードがあるといえばあるけど、思いのほか光が感じられない暗い感じですね。まるで鉄道 JR が走ってないみたいに見えてしまいますけど、まあ実は走ってます。もちろん人の流れもやっぱり少ないのかな。もう夜も8時ですから、ピークは当然過ぎていますね、だけどこういうのも綺麗ですね。
僕は初めて見たような気がします。ライトアップされていない静かな東京駅ね、静かですね。ちょっとゆっくりめに走ります。はい、右斜め前に見えてるのがアップルストアですね。アップルストア丸の内っていうのかな。はい、近づいてみます。アップルやってる？やってないね時間的な問題もあるのか。クローズしたんですよ。はい、それから三菱の1号ビル美術館を併設しているところです。お、少し雨が降ってきてるようですね。あれ、ここ通れないくなってる。前からそうでしたっけね。あ、これが東京フォーラムです。右が東京フォーラムです。綺麗ですね。ここはものすごいかっこいいですよね。建物というよりも大きな木造の船にの中に入ったみたいな面白さがあります。これから銀座方面に向かってみます。でもこの調子だと銀座も静かなんでしょうね、きっと。京橋を通って銀座に行きます。コロナが厳しくなる以前はですね、この辺りに小さなギャラリーがたくさんあって、今もまあもちろんあるんですけども、週に、まあ、例えば火曜日とか水曜日とかね、日を決めて週に一度くらいですね、銀座のギャラリーを巡っていた時期もありました。何年か続けていたんですけども、しんどいです、なかなかそういうのも。15件くらい回るとですね、もうなかなか足腰にきます。ただ銀座というとですね、ブランドであるとか、そのショッピングエリアであるとか、まあお金持ちの人が集まるとかですね、そういったイメージで語られがちなんですけども、一本裏に入ると今言ったような小さなギャラリーが昔ながらにですね点在していて、またビル の上の方にも入っていたりというふうになっていて、ただの商業施設っていうの街っていうだけではないんですよね。やっぱり小さな文化が点在して、そういう意味では非常に健全なところのある街だと僕は感じます。また裏通りにはですね、食事なども表とは全く違った、もっと親しみのある店がですねたくさんあります。歌舞伎座の方へ行けば行くほどですね、親しみが増す感じがあります。僕にはそういうふうに感じます。あまり流行り廃りに劣らされている部分よりも、昔から何年も変わらずですね、きちんと残っている店というものの方がやっぱり信頼持てますよね。はい、銀座のまさに伊藤屋さんの前ですね、ど真ん中を走っています。左が松屋、右にですねアップルストアがもうすぐ登場してきます。はい、たくさんいません。あ、消毒作業してますね、スタッフの皆さん、ご苦労様です。銀座は人が多いので左折もですねなかなかままなりません。右折はね、車が直進の車が多くてもちろんスイスイはできないんですけども、左折がね人の流れが多くて
左折が滞ってしまうというのもやっぱり都会的なところだと思います。今向きとしてはですね、南側に向いてます。晴海側に向いていて、東銀座ですね、それからすぐもうすぐこれを渡ると歌舞伎座が左側に出てきます。あ、歌舞伎座ですね。ここちょっと入ってみましょうか。意外にね、小さな店があったりするんです。銀座のね、表で食事するなんてことあるのかな。表通りで、あの銀座のライオンくらいしか僕はないような気がしますね、デパートの中がね。それよりはこういう少し外れた銀座の、まあ、庶民的な親しみを持てるエリアの方がとっても好きです。いい店もたくさんあると思います。歌舞伎座の側面を通っております。南側を通ってます。どうなっているかわからないんですが、少し晴海の方、築地の方を覗いてみましょうか。あ、いいですね。足回りと、あの足回りの確かな感じとエンジンの押してくれる感じがうまく一致してる印象でした。すごい今運転していて安全な感じと気持ちいい感じとちょうど両方ありましたね。ですからディーゼルがなんかこう、トルクは強いんだけど伸びがなくてグズグズしてるっていう印象を持っている人はですね、そろそろその印象はもう変えてしまっていいんではないかと。クリーンディーゼルって言われるものはエンジンの回転フィールはそれほどガソリンと違わないと言っていいんじゃないでしょうか。ガソリンの方が踏めば踏むほど回る車っていうのは確かにあると思うんですよね。ビューンと6000回転までもうスムーズに吹き上がるっていう。ただ全てのガソリン車がそういうものではないですよね。だからその一番トップのエンジンと今のクリーンディーゼルを比べるとちょっとディーゼルかわいそうだなってやっぱりさすがに思います。一般的な1500くらいのガソリンエンジンと、これは2リットルのディーゼルなんですけども、比べた時にですね、パワートレインっていう言い方をよくするじゃないですか。でガソリンエンジンの方はあまりこう、まあナチュラルな感じで動いてくれるので、あんまりこうパワーっていう、まあもちろんパワーはパワーなんですけども、このディーゼルの方がですね、踏めば必要な時にパワーをクッと供給してくれるっていう印象があって、パワートレインっていう言い方にはですね、このディーゼルの方がよっぽど向いてると感じます。ディーゼルを苦手だと思っている人っていうのは、例えば学生時代にね、アルバイトでトラック乗せてもらってディーゼル車を経験した人っていうのは、やっぱりあんまりディーゼルに対する印象って良くないと思うんですよ。ぐーんと踏んで重そうに走っていく、効率悪い、でもね、軽油が安いので、まあ妥協としてディーゼルを使ってるというふうに思っている印象を持ってる人っていうのは少なからずいらっしゃると思うんですけども、今の時代のですね、クリーンディーゼルっていうのをこう運転してみると、その印象は随分変わってくるところがありますね。はい、市場の外ですね、かつての築地、ここが駐車場でした。
入っちゃいけなかったもんね。さ、大変なことをするところです。そっか、向こうからは来れるけど、今入っちゃいけないことになってるの？それとも昔からでしたっけ？昔はあの人が多いからね、車で入ろうなんてあまり思わなかったですけどね。左側がかつての築地です。どうなってる？ああ、見れないですね。そっか。はい、マッカーサー通りだと思います。違ってたらごめんなさい。はい、月島というか、ここはちょっとずれてるのかな。はい、橋を渡って埋め立て地方面に行きます。なんて言えばいいんだっけ。お台場、勝ち時、勝ち時か。お台場っていうのもちょっと抵抗あるね、この辺りって。どこからがお台場で、どこから勝ち時、月島と言えばいいのか、ここはよくわからないんですけど。明石家さんまさんの男女七人物語とか。え、この辺りですか。フェリーふ頭だって。はい、じゃあ入ってきます。近未来的な。お、かっこいい。僕は初めて走ります。ん、この先どうなっていくのかさっぱり分かっていません。私慎重ですね。すごくゆっくり走ってるね。もしかしたらパトちゃんが苦手な場所なんでしょうか。こういう時はね、ゆっくりと行くに限る。行きます。このまま行くと有明フェリー乗り場ってなってますね。スピード上げるといけないね。いけない。50キロで走っています。おお、綺麗ですね。40キロで走ってます。やっぱりあれですかね。東京に住むイコールこの辺という感じなんでしょうか。僕が住んでる杉並区は全くこういうのないんですね。その代わり古い商店街がたくさんあって、阿佐ヶ谷とか永遠に赤信号から抜け出せなるところでした。ほら、随分人歩いてるよね。何であれば、どうなんだろうな。やっぱり東京ビッグサイトに向かってるんでしょうか。ところで燃費どうですか。燃費ですか。燃費どこを見たら燃費が書いてあるのかまだ目が慣れません。わからない。そうね、30キロぐらい走ったんで徐々に燃費の実態も分かってくるでしょうか。ウィット、お、いいですね。ここはすごい綺麗ですね。お、これはなんだ。お台場です。いや、お台場だってずっと。あ、わかったわかった。ガンダムがあったとこじゃない。うん、あ、羽田空港行ってみますか。アクセルを踏むってそれが当たり前だと思うから当たり前なんですが、いざアクセルを踏まなくていいという状態になると少し足首がリラックスできたりして
少し楽ですね。あ、新幹線です、左側。おお、新幹線が寝てます。新幹線の寝床ですね。うなぎの寝床どころじゃない。いやー長い、さすがに走っても走っても新幹線おーすごいね、やっぱり長いね。こんな巨大なものがですね、もうぴったり時間守って走ってるっていうのはすごいね、驚きです。ここどこですか？大井と言われるあたりのはずなんだけどな。大井って大井競馬場？あ、そう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 、まあ、競馬場はここにすぐにないみたいだけど、大井中央林場って書いてあるね。大井じゃないよ、大井だよ。大井って言ったらなんか人呼んでるみたいじゃない。大井よ、大井お茶、大井、大井、大井って関西では大井っていうことですけど、いや別にここ東京だから関西って比較する必要は何もないと思うんだよね。ほら大井ふ頭って感じでしょ。関西弁で言ったらどうなる？大井、大井、大井、大井ふ頭、大井ふ頭、大井少ないは大井、そう。いやいや、ちょっと話がややこしい。60キロ制限の道です、下道です。いやいいですね、下道で、全部下道で羽田空港行けると僕は知りませんでしたよ。今知ったんですか？必ず高速に行くかが乗らなきゃいけない、それがなんというかイニシエーションなんだと思ってましたよ。そうだったんだ。さあもうすぐ羽田ですよ。スポーツモードに切り替えました、それによってちょっとこうエンジンのキビキビ感が増した印象があります。あ、こっちの方がいいのかな、若々しい感じがする。でもこれ足回りが固まるとかそういうことはついてこないんですよね。でもね、固まってるような印象がした、勝手ながら。なぜでしょう。カチッとね、タイトな感じで走れる印象です。燃費はどうでしたか？燃費ね、15.3 キロです。それ、いいの？いいんじゃないの？いいんじゃないの？15.3 キロ下道だけですから、高速一切混ぜてないので 15.3 キロっていうのはなかなか優秀なんじゃないかな。ただまあ渋滞はなかった。でも信号はもちろんあるからゴー&ストップはあるわけですけども、なかなかいいんじゃない。 15.3 だよ。これ高速でどのくらい伸びるか楽しみだね。はい、羽田に向かっております。このトンネルを越えたら羽田ですね。埋め立て地から埋め立て地へね、まあ、ちょっとつないでるトンネルということになりますね。丁寧な運転ですね。別にそんなお礼言わなくていい、いいと思うんだけどね。こんだけ車間距離があるんだから。どんどん入ってください。はい、じゃあ羽田のですね、伊丹あたりに行ってみますかね。伊丹っていうのは？第二ターミナル。第二ターミナルと
第1があるんですか。そうです、第3まであります。そう、なんか JAL とか ANA とかで分かれてる。うん、下見に痛みはそうなってるんだけど、第3はね、あのあれですよ、安い LCC。 そう、それ系が集まって。もうコロナだと一体どうなってるんでしょうね、こういう緊急事態宣言だと。全く分かんないね。1も2も3もないのに、どこにも旅行行けないけど、せめて羽田行って、心はどこだろう、南の島ですか。あ、南の島もいいけど、夜の東京もいいけどね、僕はこっちの方が好きかもしれないな。1週間ぐらい南の島いるんだったらいいけど、ずっといたらつまんないかもしれないね。さすが下道だけあってですね、なんかよくわかりません、看板がなんか工場地帯走ってるみたいな気分になっちゃうね。これ羽田ですか。羽田ですよ。はい、もうちょっとしたら撮影していきますが、まさに羽田の奥の院に。あ、確かに完成度がありますね。エンジンブレーキかけました。こういう時方向指示出さなくていいのかな。いいのでは。1タミ、2タミと3タミ、1タミ、3タミ、2タミ、まあ2タミ、赤です。はいはい、飛行機静かな感じがするんですよね。出発ロビーにいます。空港なのにね、飛行機飛んでるなっていう感じがしないよね。さっき新幹線は見たのに飛行機は見れない。さあ出発ロビーに上がってきました。まあもちろんここはですね、長居できないし、停車は許されるのかどうか分かんないんだけど、まあ懐かしい感じですよね。右は駐車場です。羽田の駐車場は使いやすいと思います。いいですね。ねえ、大きいね。でも静かだな。さっきね、アップルストアなんか見ましたが、やっぱり静かな感じになってるというか、まあ閉まってたんだと思うんですけど、これはなんか開店休業ですね。絵に描いたような開店休業になってますね。じゃあ1タミ、2タミみたいな、P3、サンタミか。サンタミってね、車で行ったことないんだよ。こういうところがね、もうちょっとちゃんと作ってほしいね、こういう道って。なんか、ちょっと適当なんだよな。これ P3 っていうのは駐車場ってことだよね。駐車場ですね。じゃあ第1ターミナル行ってきます。羽田に別れを告げてカンパチへ向かいます。あくまで今日は高速に乗らないということでいいのかな。まあ乗ってもいいんですけども、乗っちゃったらずっともう景色っていう感じじゃなくて、トンネルだったり左右もですね、ガードが入ってたり防音壁が入ってたりするので、景色としてはね、下道をあくまで行った方がですね、良いかと思います。これは一タミの出発ですかね、到着かな。これいつもですね、この辺り分かんなくなっちゃうんですよね。こう交通標識がに沿って行ってるんだけど、急にふっと
なんか情報が途切れてしまって、こう車線がたくさんあるんだけど、どこにいていたらいいのかっていうのが分かんなくなっちゃって、ちょっと慌てます。ほら、分かんない、分かんないな。カンパチってどこ？あ、一番右ですか。一番右、字がちっちゃいね。しかも高速優先で目立つように書いてるんで、高速に入るときはね、それがパッと目についていいんでしょうけど、カンパチ派としてはですね、カンパチ派って言ったら、あの魚の話みたいですよ。俺はカンパチ推しみたいな。そうじゃないんです。あれ、僕は間違えたかな。いや、間違えてないんだね。難しいね。一見ちょっと間違えたかっていう感じがして、ちょっとドキドキしますね。だけど、スーパーとか追ってきましたよ。あら、いやいや、後ろ嫌ですね。あ、大丈夫。お、正解正解。はい、ACC のオートクルーズになりました。こういう時は楽ですね。お、ゲレンデバーゲンについていきます。ゲレンデバーゲンもカンパチ派ですかね。高速に乗らない。お、おっとりと走ってる。おっとりと走ってますね。やっぱり右車線は、まあ、高速じゃないから、いいのかな。特に、スピーディーな車が右行けとかいうことはないのかな。ただちょっと違和感ありますね。だったら左へ入った方が本人も楽だと思うんだけど。お、なんだか綺麗ですね。綺麗だけど人気がない。この無人具合は何なんだ。駅ですか、なんかターミナルか。国際空港ですね。国際空港って羽田のことでしょ。東京、そう、旅客ターミナル。旅客ターミナル、へー。誰も歩いてませんでしたね。びっくりするぐらい人がいなかった。え、分かんなくなっちゃった。右でいいんだよ。これ左行くとまた空港に戻っちゃうんだよ。右は、左は戻る。一応知らないから行けませんなって言いながら、さすがに全部下道で道知ってる人ってあんまりいないんじゃないかと思うんだけど、どうでしょう。高速だったらね、もっとこう明快に分かった上で走れると思うんですけどね。あ、飛行機がある。あそこに、飛行機、右手に飛行機がいっぱい止まってます。飛行機があるっていう言い方するかな。飛行機がある。使っていない飛行機が。飛行機がある。整備。うん、そうだね。休んでる感じだね。休んでます。機体は。あら、これ珍しいですね。こんな。だから屋根のある格納庫に全部入んないんだろうね。入りきらないのかもしれません。それぐらい珍しいです。機体が多いってことだね。本来ならばもうビュンビュン飛んでるんですけどね。でもなかなか珍しい景色が見れた。あんな風にまるでバスとかね、新幹線みたいにね、やっぱり休んでるんですね。
やっぱり下道を行く面白さっていうのがある。お、なんだこれ。なんだこれ。美術館だったりしない。ちょっと字が見えませんね、暗くて。あんまりキョロキョロしてるとね、ふらついてますとか言われちゃうから。はい、カンパチに入るつもりが何かあったらしくカンナナに入りました。やっぱりあの蒲田のあたり大森のあたりって難しいなと思うんですよね。高速ならともかく下道は難しいです。で今、カンナナをですね北上しております。高円寺方面に向かってどんどんと上がっています。これで無事我が家の方面に帰れるはずです。で少し道幅も狭くなってきてですね、カンナナって狭いんですよね。カンパチに比べると狭いんだけど、だけどなぜか割とこう車が流れるという印象が昔からあります。カンパチはこう節々で要所要所で混んで、渋滞する印象もあるんですけども、カンナナは割と比較的どこもスイスイと流れて、なんかボトルネックになってる部分がないなという気がしますね。だから、詰まるところがなくまんべんなく流れる印象ですね。ただ道の幅はね少し狭いところもありますね。トラックが横にいるとちょっと怖かったりもします。はい、順調に流れています。またあのお台場のあたりとは違う、有明お台場とは違う、景色ですね。マンションもねもちろんありますけど、タワーマンションってないよね、ほとんど。あったっけな。あんまりないタワーマンションが有明方面に行くともうボコボコ生えてるっていうのが実に不思議です。そんなに海のそばに住みたいのか、住みたいのかな。僕は海のそばでずっと育ったので、まあ海のそば好きですけども、マンションで海のそばね、景色が海が遠くまで見えていいのかな。飽きませんか。あ、そんなことないか。悪口言っちゃいけないね、運転しながら悪口言っちゃいけない。順調に運転して2時間20分ぐらい運転しています。なんか全然疲れないですね。それが非常にありがたい感じです。この最初のこううなるような走り出し、これにもなんかね愛着が湧いてきました。ここでわーんというからこうおんぼろ感があるような、でもそのおんぼろ感がちょっといいんですね。あのギターをやってる人はわかると思うんですけども、デジタルで全て作ってるエフェクターってすごいキレがいい、好みの音を作りやすいですけども、走行時間が2時間を超えました。休憩されてはいかがでしょうか。はい、もうすぐ着いたらそうします。エフェクターのね、で昔ながらのね、あのアナログ回路の入ったものだとちょっと音がねオンボロな感じがするんですけど、でもその分あのいろいろ自分で調整していっていい組み合わせを作っていけば温かみのある音になったりとか、またあのデジタルにはない粘り感のある音になったりとかですね、あの随分こう表情に幅があるというか、まあ使えてる人次第という、まあ性能が化ける部分っていうのはあると思うんですけども、ちょっとそれに近い面白さを感じます。
最初ねこうやって踏んだあたりがねちょっとおんぼろ感があるんですよね。いい意味でのあのアナログ感って言いますかね。いいですね、僕は好きです。ガソリンの方がよりレスポンスがいいところがあって少しデジタル寄りな味付けなのかな。このあんまりねキビ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 してるとねちょっと疲れるところもあると思うんですよね。あの自分の感覚を繊細にいつもしてやらなきゃいけないんだけど、最初はとにかくグッと押せっていうのがこのクリーンディーゼルの、いいところですね。2時間前はですねガソリン車に比べて、なんかこう最初の立ち上がりの効率があまり良くないなっていう印象もちょっと頭の片隅にあったんですよ。だけどこういうふうに踏んでぐわーんとトルクを上げていって最初の走り出しを作っていく、そして走り出せばまああとはガソリン車とあまりいい特に意識するところはないと思うんですよ。その走り出しですよね。そこでとにかくややあの何も考えないで踏み過ぎとかそうじゃないとかって自分であんまり調整しないでもとりあえずはグッと押して車を進めることができるっていうのは、ルーズなんじゃなくてこれは人に感覚に優しいですね。だから僕は疲れないです、こちらの方が。あのガソリン車のレスポンスのいい車の方が2時間くらい走った自分の体力とか集中力とかそういうことを考えると、扱いに少し神経払わなきゃいけない感じがありますよね。こちらのとにかく踏めっていう感じがいいです。なんか楽しい感じがします。おかずなくてもバーン食っときゃなんとかなるみたいな感じに近いのかな。なんだろうな、うなぎの香りで食べるっていうの。ああ、うなぎの香りでご飯いけますと、そういう感じがありますね。美味しいものをちょっとずつっていうのがねガソリン車の繊細ないい部分だとすれば、ディーゼルクリーンディーゼルはですねとりあえず飯食っとけって感じですか。死ねやしないからっていう。でまず飯を食って、あそうだ分かった、若い子たちと焼肉行くとですねガンガン肉食うじゃないですか。でそれがあの経済的にこっちがこう困るので、まず一杯白ご飯を食べろって言うじゃないですか。その後いくらでも肉食っていいよっていう、そのね白ご飯ですよ、まず踏んどきゃいいじゃないかっていう、それからあとは美味しい感じで運転できますよ。その最初の踏んどきゃいいじゃないかっていうのがなんだか楽でいい、いいです。2時間運転して楽になりました。楽だなと思うようになりました。ガソリン車はね繊細なタッチのねアクセルワークをするものだと人間がちょっとルーズになって少し疲れたなっていう時でもその、繊細なタッチを強いるところがあるので、もう箸最初からね箸つけた最初から繊細な焼き加減をこう考えなきゃいけないっていうところで、お腹空いてるんだからもうバクバク食べたい最初ってあるじゃないですか。そこのところをねちょっとありますよね。もうそのお腹空いてんだったらご飯食っとけっていうです。クリーンディーゼルの正体が分かりました。とりあえず1年目ご飯食ってから肉へ行け、この方が美味しいよと、体力つくよと、元気出るよと、そういう感じです。はい、順調にですね環7を北上しております。もう間もなく着くのかなっていう、まだかな、今どこだ
そうですね。うん、246の南側ですかね。うん、そうですね。はい、このままもう少し北上していきます。下北沢方面。事故の危険が高い地点です。ご注意ください。あ、そうなんですね。気をつけましょう。この先、事故の危険が高い地点です。ご注意ください。まあ、とりわけ道幅が狭くなってますよね。事故の危険が高い地点です。ご注意ください。こういうのね、まあ今日はドライですからいいんですけど、雨の日とかね、道幅狭くて、まあ、暗い光がね、雨に吸い込まれて、暗い感じの印象の時ってやっぱりちょっと疲れますよね。そういう時は高速を通った方が、良いかもしれません。でも今日は下町を通ることでこうやって撮影しながら進める上ではですね、なんかなかなか面白い風景が見れたなっていうふうに思っています。高速だとピューッと回ってね、良かったかもしれないんだけど、街の風情にもタッチできたり、意外にも静かな羽田の方とかですね、アップルストアの前を通り過ぎたり、銀座を通ったり、マッカーサー通りを、僕はあまりよく分かってないんですけど、マッカーサー通り、それから南電関連という昔ラーメン屋があって大ヒットして、この辺りその食べたい人が路中してですね、警察がいつも出動するという騒ぎになる、騒ぎというかもういつも出てました。南電関連ってのは何系のラーメンですか？博多豚骨。豚骨、あ、じゃあ結構こってり。東京に博多豚骨が進出した最初の、まあ、メジャー店だと思う。今は？今はね、なくなりました。店をね、また店も良かったんですよ。建て付けみたいな、バラックみたいな店で、綺麗とかなんかそういうんじゃなくて、だけど味がうまいと、替え玉ができると、うまいうまいってみんな食べてたわけです。でみんな遠くからね車で乗りつけて、本当に人気があってよかったんだけど、やっぱり人気が出すぎたのかな、周りから苦情もあったのかもしれませんね。でもね、少し営業がやっぱり成績が良かったんだと思うんだけど、結構かなり広い駐車場をすぐそばに備えて、そういう努力もしていたんだけど、結局その努力を上回るほど車が集まるようになったんでしょうね。それでいつの間にかなくなってですね、その意思を継いでる人が、容疑のあたりにいるとかなんとかという噂を聞いたことがあるんだけど、ちょっと詳細は確かめておりません。でもあの時のあの味が食べられるんだったら行ってみたいけれども、まあ博多の豚骨ラーメンってその後すぐメジャーになったので、いろんなところで食べられるようになりましたよね。もしかしたら今のラーメンの方が昔の南電関連よりも美味しいのかもしれないけれども、それはそれとしてもう一度食べれるものなら食べてみたいというところも当然あります。なんかここすごい車幅が狭くなってるんですけど、水道のね施設があったんですよね。これぶっ壊して、すごい古い、まだあるね、はい、古い建物。いや、どうする気？でもこれ一等地ですよ。で めっちゃ広いでしょ。マンションになったら超ウルトラ高級な値段になると思うんですよね。本気にね、駅近いしね、はい、夜だからさすがにね、開かずの踏切になってなくてよかったです。京王線でね、特急が走るわ、すると急行が来るわ、すると快速が来て、開くかなと思ったら確定がおっとりとやってきて、開くかなと思ったら特急がやってきてって、どうなんのっていうね話ですよ。
スの雰囲気になっちゃって困る。やっぱりね、日頃は渋滞してるとこですね。さあ、随分近づいてまいりました。それでは、今日はこう走ってみてですね、今日納車された T6 の魅力を、探したいという気持ち、またガソリン車からゴルフ 7.5 でしたけども、ガソリン車からディーゼル車へ乗り換えて、僕にとっては初経験なんですけどね、そのディーゼルの良さっていうものも見つけてみたい、体験してみたいという2時間少しの東京下町じゃない、下道ドライブ、高速は一切なしよってやつですね。これは意図したんじゃなくて、なんかそうなってしまいました。いろんな街を走ってみました。で、僕のこの運転しながらのレポートもですね、下手くそなんですよね。で、全然やり慣れてなくて、とかうとかとかちょっととかなんかとか言わなくていい言葉を言ってしまうので、なるべくカットしますけども、お聞き苦しい点は失礼しました。皆さんも良いドライブを。次はどのお町からの下町、下道でしょ、下道、下道サポ言えてない、下道、あ、下道コンセプトいいですね。はい、じゃあ下道でまた、近いうちにですね、明日かな、できたら走りたいなと思います。じゃあ皆さん、またさようなら。さようなら。